はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズのゆるゆき曲です。そして新人ライターのるです。こんにちはって言わなくていい。言い忘れました。いや、言いなよ。こんにちは。まあ今回なんですけど、アップデされて一番そのバレット調整された中で結構衝撃的だったバレットって何ですか？やっぱね、この今一番左に輝いているジャミングですよ。肝心なところで構えないで。これね、効果時間の欄がね、ちょっともうバグにしか見えない。220秒とか3分、20秒ぐらい、うんうんうん、3分40秒か。でも20秒経ったらあとはもうずっとジャミングした状態、うん、バス乗ってる間に20秒って経ちません、もしかも。あ、ほとんど結構ね、うん、時間経つよね。ってことはもうほとんど丸々1試合その姿を消せる。で、ジャミングといえば我々大好きじゃないですか。そうですね、何試合か前にジャミングループしながらこのキャラ使ってましたよね。そうですね。で、これがね、もう1枚でついにできるようになっちゃったってことで省エネだったね。うん、もう、はい、SR ジャミングを使う人は出てくるのかと。で、1枠空いたことによってなんか右に凶悪なバレットを置いますね。はい、ここにですね、ワープ入れました。ってことは名付けてワープジャミングリュージと。はい、で、これね、はい、ジャミングと相性は良くて、例えば、うん、今までって攻撃して赤点をつけた状態でワープをすると赤点の位置で結局ワープ先バレてたんですよ。ただジャミングがあれば赤点がつかないからワープしてもわからないと。いやー、こすい。このね、しかもワープがね、地味に強化をもらっておりまして、うん、クールタイムが80秒だったのが50秒になってます、はい、頻繁にシュンシュン飛べるようになったってことですね、うん、はい。まあ場合にそのワープするポイントによっちゃ死もあり得ると。そうだね。真横とかにされたらさすがに死ぬから。まあただそこは安定性を求めて体力回復プロテインとダメが、うん、まああとこれロブ値を上げてる理由もあるんだよね。そう、このロブ値が48パかな、特定のライン、うん、まあ多分確か48パだと思うんですけど、うんうん、48パ以上超えるとリュウジだとなんと3発でお金が落ちるようになります。それはでかいね。いや、これ4発か3発かって結構変わってくるじゃん、終盤だったら。ジャミングで姿消してるから、どこから俺リュウジにお金奪われてるんやってわからないもんね、うんうん、なんか距離離すにしてもさ、リュウジの位置がわからないと、まあ相手も距離取れないじゃん。そう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 、だからこのね、ジャミングワープリュウジで無双していきたいなと思います。ガチるぜ、行こう。あれだよね、ジャミングリュウジ、ジャミングワープリュウジですね。そうです、やっていきたいと思います。さっきから何回か撮ってるんだけど、なかなかね、その安定しすぎてて、うん、ちょっとピンチ、順位はいいんだけど、うん、若干ちょっとピンチを演出したいかなと思って、ちょっとね、まあ中央に若干早めに寄る今回は。そうだね、その方がいいかも、うん、ねやっぱね、に持ち逃げがきつい、うん、持ち逃げされるとね、この龍二はきついからね。まあこの龍二ってか、どの龍二もきつい。そうなんだけど、だからなるだけその早めに行って、まあジャミング、序盤はそのジャミングが生きるじゃん。で、その終盤の金庫中央に寄った際のリスクをワープでなんとか軽減したいなっていう。そうだね。で、まずジャミングを残り3分40秒になったら使っていきたいよね。はい、行きましょう。はい、これでもうあとは1試合丸々赤点がつかないと。もう勝ちですね、これね。うん、実質勝ちです。でこれも75% ぐらいで勝ってます。75% の時点で。残り 25% はワープで補います。ワープで補います。実質 100%! 実質 100%! なんか来てる。あ、アンチだ。アンチだね。アンチはね、ずっと前からみんな知ってるんですけど、リュウジとアンチは圧倒的にリュウジ有利です。へ、ミスってんじゃん。理由としては、無限にこういう風に、うん、しかも多分リュウジの体力だったらアンチ仕留めきれないよね、こっち。そうだね、確かに。うん、てかまあ二発きっちりヘッシュ入れないと無理。おお。あ、いいね、いいね。ただの GS のタンク？あ、でも相手もなかなかうまいな。うん、でも普通にね、これもうプロテインあるから、もう確かにもうループわけないんだよね。相手がガーカン積んでない限りは負けるわけない。で、あとはちょっと距離があれかな。こんにちは。おー、35m の長射程生かしてく。あ、でもなんかおかげさまで GS が結構溜まりましたね。うん、すごい素晴らしい。え、おお、今ちょっとやらしさ出たよね。なんか危ない判定出してたけど、あれでも今 GA の方でしょ、多分 GA の。いいっすね、この一騎打ち感が。落ち着いて今のうちに寄っちゃおっか。相手もちょっと引いてくれた。相手もちょっとこれね、ぶっちゃけね、お互いに全然得してない。俺はまあ GS 溜まってるからいいんだけど、あっちはどうなんだろうね。あっち的にはどうなんだろうね。俺はぶっちゃけアンチの方が美味しくないと思ってるんだけど、そろそろ中央やってもいいんじゃない。まだレベル低いけど、もうレベル上げようか。50秒だし、アンチの位置だけ気をつけて、うんうんうん、そろそろ中央やってもいいかなと思う。
さっきからね、なんか1試合前が持ち逃げでやられちゃったから、そうだね、ちょっと早めにやっとこっか。持ち逃げは大体多分このぐらいの時間帯からちょこちょこ準備し始めるやからが出てくるんで、なんかあの持ち逃げするしそうなやつらとかも死にしときたいですもんね。あの、あこいつ持ち逃げしそうだなとか。でも怖いな。あこれちょっと欲しい、怪しいな。欲しい、ちょっとください。いや欲しがるね。ください、ちょっと射程が。あ固定か。あでもお金おいしい。お金おいしいですね。これ楽しいな、このキャラマジで。えこんなポロポロ落ちるキャラないよ。えちょっとやめて。あ、ね、シンプルに嫌だからやめて。おスローですね。やばい、ただでさ足が遅い。リュウジが待てよ。でもこれ落ち着いて引けば、うん、高台乗って相手も逆にこれ攻撃届かないからそんな美味しくないのでは。これどうやって勝つ。ね、普通にロブチの高さで勝ちたいんだけど、ピンコ破壊的には攻撃回収ないからさ、ギリ破壊されてなんか最後まくられちゃうと痛くない。そうだね、確かに。でも壊せないんだよね。まあでも壊せないから、そうか。じゃあもう様子見るしかないんですよ。祈る祈ろう。ピンチになったらば、あいいっすね、先壊ししてくれますね。残り30秒、はい、攻撃回収誰かがすると、拾って一旦離脱して、あれはあれは、あ右側右側右側にいる、右側にいる、金持ってるやつが。ほんと、あ、ほんとだ。一旦もうモンテ入って、はいはい、いや、いいね。あ、これは射程の、これは来たか、これは行くぞ、行け、取れ、お金くれ、じーけー、 GA 刺さなくていいんですか。いや、これだって GS ってね、攻撃回収用にしか使えないんだよね。あー、確かに、そうか、そうか。だからもう殴った方が取れるんだけど。あー、でもいいんじゃない、いいんじゃない、悪くないよね。いい感じ、いい感じ。ワープ使えなかったね。確かに、まあ、今の上だったらピンチになったらそう、ワープかけたわけですから。いや、でもこのさ、分かる、安定感、うん、安定感あるね。全然なんか、うん、ピンチないですね。うん、アンチに何回打たれても平気でしたね。はい、順位的にはいくつでしょうか。2位で、惜しかったね。うん、でも無難だった、はい、でもワンチャン1はあったんじゃない本当に。あと、もう少しネモがお金持ってくれてればな。もうちょい手前でさ、GS 入ってさ、周りの奴ら全員からお金奪うとかできなかった。どうなんだろう。てか、あれだったな、ネモ GS の時のあの、うん、無駄な時間にワンチャン入ってた方が強かったかもしれない。入って、なんかエイム攻撃してれば解消できたんじゃないかな。うん。はい。はい、ではね、先ほどは、その、うん、まあ、ワープ使わずに済んで勝ってしまったので、そろそろちょっとワープ活かしたいですね。まあまあ、勝ったっていうか2位だけどね。まあ、次こそ1位取って、ワープも使って気持ちよく。実質勝ち、あの 75% の勝率のうちちょっとなんかワープで生まれなかった。あ、確かに 25% その人してた。そう、ワープは、なるほどな、だからなんか 75% みたいな結果出たのか。あれが 75% の勝率。あ、なるほどね、オッケーオッケーオッケー。次ワープ使って100%にします。だから結構早めに GS 入ってワープで逃げてもいいんじゃない、うん、それか。そうかもね。まあどうなんだろう、結構順調に GS は貯めれてたから。やっぱリュウジの GS って凶悪的じゃないですか。リュウジの GS ね、なんかいろいろね、今ね、日夜ね、リュウジ界隈で研究されてるんだけど。そんな界隈あるんだ、ね、あるあるある。あのリュウジの GS を使った方がお金を落とせるのか、使わないで殴った方がお金を落とせるのかっていう。あ、危ね、ジャミング忘れてた。で、あの、その研究の結果ね、あの、僕がね、ツイッターで見た中では、使わない方がお金は落とせるっていう。うん、だからあ、そうなんだ。あの、無敵で使った方が強いって言ってる人もいるけど。周りにさ、複数敵がいる場合ってさ、みかんちゃんってなんか分身したりすん、しないよね。1体からしか回収しないね、GS でもね、多分。いや、なんかね、あれらしいんだよね。なんか、その、近くにいる敵の距離によるんだよな。ここはね、詳しくはね、あの、俺もガチで竜術界とかじゃないから、うん、あんま詳しく言えないんだけど。いや、俺の認識がさ、GS 使われたら、なんか、周りの奴ら全員から吸収するのか。そうそう、わかるんだけど、なんかね、結構ね、視力変わってね、うん、あんまお金落とさなくなったっぽいんだよね。あ、そうなんだ。なんか、ちょこちょこあるね、それね。こればっかりはね、竜術研究界隈に入るしかない。俺はね、その研究結果のレポートを見てるだけだから。研究界隈ちょっと頑張ってほしいですね、多分。あんまり人数がいらん。そうですよ。確かに。でもその人たちしかリュウジ使ってないかもしれない。日夜。いや、でもこういう状況でキャラ使ってるってことは真の愛好者だ。そうだね、確かにね。一時期その大会でリュウジがね、ワンスがいました。ヤングスターバトルでもう振るってた時期とかにはね、なんかプライドを捨てて、私、うん、アリシア使ってましたけどリュウジ使いますって人もね、僕ネモ使いだったけどリュウジ使いますよ、ね、使いますって人が多数発生しましたが、うん、今のこの状況になってリュウジがもうほとんど見ない。そうだね、この状況で我々は動画を取り上げると。いや、でも実際ジャミングすごいよな、無難に。うん、やっぱりあの
なんだろう、ルー君とか、まあ俺もそうだけど、てか全員そうだけど、やっぱマップの赤点でどっから攻撃来てるんだっての見るんで、うん、うん、まあやっぱりその周り見て視認するよりか先にマップ見ますもんね。そうそうそう。あとね、特にね、あの3人チームがいる場合だと、うんうんうん、あのなんかどんどんプレイヤーをね潰していくゲームじゃないけど、うんうん、そういった感じで、ね、赤点見て行動するチームが多いから、そうだね、そういったとこで強いよね。お、あれお金回収できそうだな。そろそろ GS がたまりますね。このタイミングで中央付近によっていつでも龍二ってなんか、うん、そういうサービスありそうだね。いつでも龍二だと、まあさ、ほらほらほら、予想通り予想通り、やばい、はい、止まれ、止まりなさい、そこの龍二、止まりなさい。あー、いった、わーわー、わー、あー待って、お金は早くない、ドロップ、あー、ドロップ早いですね。ドロップ打つにはさすがに早い。でも逆にこのタイミング使ってくれてよかったね。ただ無情には気をつけてくださいね。今近くにアリシャいるんで。アリシャいるね。24,000になりましたと。ちょっとあれどうしよう、お金取ろっか。うん、早めに距離詰めないと。ちょ、いや、何やってんだ、距離詰めろ。あ、でもこれはいいよ、いい、おお、倒せた、あー、おお、拾いまくっちゃった。いいよ、これワープの強み出るんじゃない？ワープの強み出るんじゃない？別にここで逃げちゃうと、うん、あの、あ、来た来た来た。いや、これは普通に近接入れて、これ70万欲しくない？70万欲しい。この人の70万欲しい。ください。オッケー。ワープ使える？ワープ使える。じゃあ敵来たら使おうか。そうだね、確かに。別に今焦って使う必要はない。そうだね、敵来て。ちょっと待って、ここで、あ、待って、パルクール龍二したい。ちょっと、あ、煽ろうぜ。わざと見つかろうぜ。あ、来てる。わー。行ったもんって。これ、あの、人柱だから。なるほどね。待って、ここね、ワープより強いポイントある。マジで？来てるね。アリシア来てるね。あ、出たー、届かない。高いから無理。体が怖い。ワープ使え。GS かワープ。ほんと？お、いない敵が。GS だけ。よし。一瞬のこの、わかる？見失い感。でもあれ、一位表示でバレてんだ。完全に見失いましたね、今ね。俺も見失ったもん。いや、でも楽しいな。これ、ワープリュージの強み出たんじゃないですか？でも、じゃあ、そうだ、移動距離しょっぱかったけど。はい、お金はもういっぱい取れましたね。はい。勝ちですね。いやー、今の良かったね、うん、すごい絵的に。ただちょっと1個さ、俺がちょっとなんかこれ大丈夫かなと思ったのが、ワープってさ、する瞬間にちょっと若干タイムラグあるじゃん。あるあるある。その瞬間に俺なんかアリシャに無情やられて、ルー君死んじゃうっていう、すごい動画的に面白い展開になるかなって期待してたんですよ。あれね、実はもしアリシャが GS 使ってきた、あのなんか台に乗ってる時にアリシャが GS 使ってきた時に、あれもし押されてたら俺も GS 合わす予定で、でワープ使って GS 合わせるとどうなるかっていうと、 GS を使いながら位置が移動されるから、実質無敵のまま移動できる。あ、じゃあ無情もしっかり。結局あれはもうアリシアからするときつかった。あ、でも勝ち確だったんだ。勝ち確だったね。いやー、でもこれなんか俺なんか一瞬にしてね、虜になった。いや、でもパルクールダサかったけどね。そう、俺忘れてた。あれ足遅いとパルクールできないんだから。体も無敵でさ、空中でこうジャンプ飛びながらって言って で、あのなぜ最後高台に乗ってワープしたかっていうと、何回も言うけど、高台だったら高いところからね飛べるんで、うん、まあワンチャンなんかいい高いところに乗るかもしれないなと思って、うん、その辺もなんか修正されてる可能性もなくはないよね。だから緊張しないから。ワープはね、ちょっとね、まだまだ謎が深いんで。ワープ研究会ってないんですか？ワープ研究会作るしかない。これは我々でワープ研究会作る。リュウジ研究会とワープ研究会を合わせて、あのさらにね、高みを目指していきましょうか。はい、まあてな感じで、まあ今回終わりたいんですけど、最後宣伝したいと思います。はい、はい、その通りね、ハビスアップのディスコード、こちらね、あの M のチャンネルもあるので、うん、ぜひぜひ入っていただければなっていうのと、新たなね、その企画というか、僕とルー君がね、ミルダムで、週1配信することになったので、まあ、それぞれ1回、週1回ずつ配信ですね。この辺もぜひね、合わせて遊んでみに来ていただければなって思います。お願いします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。